じゃ、こんにちは、さゆたかさん。はい。月刊の順位予想、あれどうしました？女だった。あのな、はい、言っとくよ、はい。こうなったら面白いだろうなっていうような予想だからね。あくまでも。あくまでも俺が予想して喜んでるファンもたくさんいらっしゃる。まあそうですね。豊かの予想は外れるから。いや、外した方が面白いんだ。まあ必死な言い訳からね。まあそうだね。ありましたけれども。はいはい、前回7月14日に最後撮影しまして、はいはい、その時にじゃあ1ヶ月後はこういう、まあ、順位になっているだろう、はい、答え合わせをしたいと思います、はい、まずはセリーグ、はい、まあ、今の順位なんですけれども、阪神、広島、DeNA、巨人、ヤクルト、中日で並んでいます、はい、で豊さんが8月の終わりに予想していた順位は1位 DeNA。 おー、やっぱ OB だな。いやいやいや、OB だからとかじゃないって言ってた。そういう予想じゃないわけ、ね、一旦週に立つって言ってました、はい、ずっと。だらしないな。今3位です。だらしない。まあいろいろね、まあまあ、いろいろ宮崎選手、まあ、怪我とかもあるけどね、うん、あるけれども、あるけども、うん、あるけどもだよ、あるけども、情けなかった。勝てるピッチャーを勝たせないから、それ野手がっていうこと、まあ、これはもう詳しくは、まあ、次のあれで話す。ああ、なるほどね、月刊総評のところで言いましょう。分かりました。あなたってから顔が湯気だってますもんね。で、豊さんが2位にしてたのは、まあ、阪神、はい、これって8月の終わりでどのぐらいのゲーム差で予想してたんですか、 DeNA と阪神。いや、もう僅差だよ。でも例えば 0.5 とか 0-0 でもいいんですよ。あ、0-0でもいい、うん、でも勝率でちょっと阪神が下回ってなんすいません、まあ、こんな笑い方してしまって、まあ、笑ってでもということは DeNA が1ヶ月でガーッと追いかけていって、阪神が若干落ちてくるかなっていう、ちょっと疲れが出てくるかなっていうふうに思ったんで、ね、うん、違いましたね。違ったな、阪神頑張った、ね、頑張りました、はい、で頑張ったといえば広島、豊さんは3位にしてました。いや、だっておのずとさ、うん、DeNA が良くなって、うん、阪神がちょっと下がったとしても、はい、広島がその上行くとは思わないじゃない。まあまあそうですね、だからこうだるま落としみたいにこうトントンって下になったんだよね、うんうん、と思いきや、その豊さんが3位に予想していた広島は現在2位で、3位の DeNA に 5.5 ゲーム差。そうだな、苦しいよな。 DeNA 苦しいですよね。苦しい苦しい。で逆にそのカープがね、今阪神ね5ゲームまで縮めてきてる。4位巨人はそのまま、そのままでしょ、うん、それは OK です、ね。まあ、巨人も安定してるから4位で安定の4位ですね、はい、でここです。で、豊さんは中日を5位にしていたんですけれども、はい、まあ、今中日は最下位でヤクルトが5位と。でこれ 2.5 です。でもゲーム差詰まってるだろう。 2.5 です、まあ、まだあるかちょっと厳しいな、この 2.5。 そうですね、ちょっとでも中日も、うん、良くないのは柳に勝たせてないっていうことだよ、まあそうですね、柳の援護点が 0.3 ぐらいしかないんだから。そうですね、 0.3 だよ。お前聞いたことない。3試合 やっても1点取れるか取れないかなんだよ。もうやめろよ、もう柳ピッチャーもうバッターでいけ、バッターで。いや、そうだ、ね、いや、もう自分が打っちゃってんだから、もうやってらんないと思うよ。そうです、なんで柳ノーヒットノーランやっててお前点取ってくれないから。なんでしょうね、俺大野雄大投手の時もありましたよ。あったな。どうしてこうなっちゃうんだろう。まあ、なあ、プレッシャーもかかるんだろうけどもさ、はい、柳が勝ってたら、うん、ヤクルトとひっくり返ってるかもかな。そうですよね。だから豊さんがこの中日を上にしてたっていうのは、まあ、もうちょっと野手が点をっていう、まあ、点っていうか、ある程度は点を取るだろうなという、うん、まあ、いつの間にかビシエドがいいビシエドがいなくなっちゃったけどね。そうですね、どこ行っちゃったの。そうで、今カリステがね、なったり、まあ、カリステが上がってきてサードやったりだとか、はい、まあ、宇佐美がファーストやったりだとかしてるけども、うん、まあでも一時期よりは牝打線というのは解消しつつあるけどもね。そうです、ね、あるけどもまだまだ足りないよね、うん、そうですね。だからそういう面ではそのヤクルトの方が破壊力を持ってる。確かに。ただその破壊力を持ってるヤクルトを最下位にはしてたんですね。ピッチャーがやっぱり良くないもんな。私はあのワーストですよね、そのピッチャーやっぱり防御率だったりとか、うん、いや、だから、まあ、一旦災害に落ちるかなっていうふうには予想してたんだけど、うん、でも気分的には昨年優勝してて、はい、今年5位、うん、もう災害みたいな気分だと思う。気分は多分そうですよね。そうでしょ、ここに中日は慣れてるから最近はまあそうですね。いやいや本当に、だから慣れて怖くて、
今年はまだ勝ってない、勝ってる方じゃないかみたいな、錯覚そうなってきちゃいますね。錯覚しちゃうんだよ。だからヤクルトは全く勝ってないっていう、もうどん底の状態だと思うよ、気持ちはね。多分そうでしょうね、うん、5位だけれど もう最下位みたいな気分ではいるかもしれないですよね。わかりました。じゃあ続いてパリーグのおさらいです。はい、まあ、湯高さんはオリックスがそのまま首位だろうと、はい、そうです、オリックスが首位ですよね。 でソフトバンクを2位にしていました。ただ現状はロッテが2位というところで、ゲーム差4つけてソフトバンクに2位死守しました。これがさ、ロッテもね、調子は全く良くなかったんだよ、うん、もうエラー絡みの失点が多すぎて、はい、これは落ちるだろうなと思ってたら、ソフトバンクがさらに悪い。そうなんですよね。どうしたんだソフトバンクって。うん、去年ね、本当に優勝争いしてたので。だってよ、柳田の4番を出してて、はい、5番デスパイネ、左ピッチャーの時にね、はい、メルセデスかな、相手は、はい、ロッテ、ね、デスパイネ、うん、だからデスパイネって確かにその実績があってね、うん、今年はその使った時点で27打席ノーヒット、はい、打率にしたら 0.8 いくつ、うん、このバッターを5番で据えなきゃいけないかって、そんなにお前ら金使って選手いないかって、確かにそうです、ね、思っちゃうのよ。そのぐらいじゃあチーム状態がそういうことなんですか、ね、いや、チーム状態がそういう風になっちゃったっていうのがおかしいよ。あ、だって選手なんていくらでもいる、育成なんかいくらでもお前育ってるみたいな、あんなしてるのに、はい、デスパイネお前そんなバッターに倒さなきゃいけないかみたいな。そうですね、って俺は思っちゃうね。っていうと必然的にやっぱりこの位置3位になってしまうのかなっていう。まあそうだね。ただ、まあ、湯高さん楽天をそして4位に据えていて、はいはい、今楽天4位なんですけれども、はい、楽天とそのソフトバンクの差はわずか1ゲーム。いや、これはもうひっくり返すよ、時間の問題ね。お、なんかちょっとね、来月の予想のヒントになりました。まあそうだね、ああちょっと言っちゃった。お前誘導質問が、ね、あるね、ちょっと時々これ、はい、ね、いや楽天がいいですね。楽天は勢いあるな。だから豊さん的にはまあ4位4位で合ってましたけれども、はい、これね、一つあれすればもしかしたら楽天が3位になってた可能性っていうのも十分にある、はいはい、で5位と6位は豊さんテレコにしてました、はい、5位が西武で6位が日本ハムとしてたんですけども、はい、現状は5位が日本ハム、はい、そして最下位が西武ですね。まあ、日本ハムよくやったな。そう、8月そうですね、すごく頑張ったなっていうような印象あるし、はい、軍司が目立ったな、ね、甲子園の時期に。そうですね、軍司選手仙台育英慶応って、あ、ね、軍司の勝ち、軍司の両方とも絡んでるみたいな、ね、ああ、そっか、軍司選手確かに、うん、そうですね、まあ、うん、だから非常に軍司も良かったし、はい、まあ、ピッチャーも頑張ったっちゃ頑張ったし。そうですね、うん、まあ、勢いが出てきたよね。そうですよね、はい、まあ、日本ハムはね、月間の順位表でいくとやっぱりオリックスに次いで2位で勝率5割、やっぱいい成績、8月、まあそうだね、はい、なのでやっぱり順位を上げたっていうところになりますよね、はい、じゃあ、はい、1ヶ月後どうなってるかも。いや、これはもう外さない、もう悪いけど外さない。これもガチでいくから。あ、ようやく最後にガチが出てきた。ガチガチ、これガチですね。ガチ本当ですね、はい、分かりました。まあ1位は阪神だよ。お、1位は優勝阪神、はい、まあ、これもう1ヶ月後というかもうシーズン最後ですからね。まあ、そうだ、はい、レギュラーシーズン最後セリーグの優勝は阪神、はい、で広島、2位がカープ、はい、はい、で3位が DeNA だ。 DeNA、 はい、はい、で4位巨人、はい、でヤクルト、あ、ヤクルト、はい、中日、この順位で決まると、はい、巨人は A クラスには入れ、そう、ちょっと厳しいな、厳しい。でも若手をさ、はい、使いながら成長させながら、うん、よく頑張ってると思うよ、うん、でもやっぱこう、あ、この試合で乗っていけるかなっていうのが乗れない今年は、うんうん、やっぱそれは経験のなさとかさ、はい、まあ、そういうのがあるね。あ、じゃあその差でちょっと3位には入れなかったかなと。そうだな、はい、じゃあパリーグ行きましょう。でオリックス、オリックス、はい、うん、まあ、ロッテ、お、はい、ロッテ、はい、そしてここです、楽天、楽天が A クラス、うん、CS の権利、そして4位がソフトバンク、ソフトバンク、はい、はい、で5位が日本ハム、ハム、はい、で西武、西武、はい、まあ、ちょっと話もちょこっと先ほどありましたけれども、楽天がソフトバンクをかわすんじゃないか、かわす、かわす、これ今の勢いだったりとかっていうのもあるんですか。まあ、ここに来て
1,2 倍に困ってるよ、じゃあ、うん、ちょっと苦しいよ。見盛りがいいと思ったら見盛り使うしさ、うん、育美意欲あるな、はい、あの選手は。でもまあそう使ったりとか、はい、まあ、2番に野村使ったりだとか、うん、こんなね1番が決まらないっていうのは、うん、せっかく 3,4 番が素晴らしくいいのに、うん、 そうなんですよ、そこにつなげない、そこだけつなげやいいのにさ、うん、全くダメなんだよね。あの本当に去年大型補強をして、やっぱり今年優勝にやっぱり一番近いっていうふうに最初言われてたんですけど、やっぱ蓋開けてみるとっていうところなんですね。まあ、そうだね、うん、でやっぱりジャイアンツよく見てて、はい、あこのゲームでいけるかなと思ったら次より全くダメとかさ、うん、全然違うチームになっちゃうとか、はい、あれだけ選手がいて、うん、できないかねと思う。あの個々に素晴らしい選手がたくさんいるんですけどね、ピッチャーも野手も、はい、やっぱりつながりとかまとまりっていうのが必要になってくるんですかね。いやそりゃそうだな、うん、だからまあリーダーは柳田としてもさ、はい、どうなってんだみたいな聞いてみたいよね。そうですね、お前何が起こったんだって今ベンチ内とかね。いや本当にいい選手はいるよ、うん、シュートをフライ落とした人かさ、はい、蹴り上げたろなんか、ね、もうここのねたくさん給料もらってる選手たちもいますし。いや本当だよ。さあ豊さんのこのシーズン終了時点での今年の順位が、まあ、これは外さないと思う。もうこれガチですね。ガチだ。また1ヶ月後、もちろん最後に豊さんの答え合わせと豊さんの、勝率を出します。おお、いやでも前のやつはこうなったら面白いんだ、うん、豊は全然見てねえとかさ見てるっつうの。見てる。でカープが、ね、毎日見てこうチェックしてるっつうの。で毎回のようにカープ嫌いって。カープがキャップじゃない。カープ。カープが嫌いってお前もうね定説のように言われるけど、よく動画振り返って見てみろってな。嫌いも好きもないわみんな、どこも。どこもそうですよね。一直線並びますね。しつこいやつがいるんだよ本当。そうですよね。とは言いつつ豊さんの年間の勝率というのも最後に。結果予想勝率も、はい、出したいと思うのでそれも楽しみにしていてほしいのと、はい、これを踏まえた上で、動画で月間総評も撮っていきたいと思います。はい、はい。